こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これも急に変わりましたけど。はい、すいません、ちょっと里崎さんから。里崎も綺麗になったね。あ、違う。あやが来たか。大きさが違いますよ。あ、違うな。ごめんな。僕、初めてとはいえ、実は初めてでもないんですよ。そうなんですよ。お話しするのは実は初めてなんです。ええ。でも、実は番組共演というか、そうですね。今ラジオで入れ替わりでリレーでちょうどこうやってる生放送があって、我々がやってる生放送があって、はい、その後やってる生放送があるんですけど、生放送生放送なんでちょっとブースの中が一緒で、僕が出ると同時に袴さんが入るっていう。あ、そうなんですね。はい、そうなんです。でわずか20秒ぐらいでまた次の番組が始まるっていう。はい、じゃあすれ違ってたんですね。はい、すれ違ってます。じゃあ顔は分かりました。すぐ顔はだからそうって言われた時に、あの実はって言われた時にあーって思いました。はい、覚えてます。そのすれ違う瞬間はどういう、はい、思いですれ違ったの？どういう思いっていうか、こういう方が俺と、すれ違った後にうちの相方たちと喋るんだと。いや、まあ、まあ、多分それは綺麗かどうかっていう感じです。さあ、豊さん、もうそれは綺麗な方だなと思いながらね。なんでこっちで片目つぶって喋ってるいつも本当に私はお疲れ様でしたって笑顔で言って入るんですけど、はい、あ、どうもみたいな感じでいつも行きますもん。何深々とお辞儀してるじゃないですか。もう本当にどうも、またこう、まあ、でもどうもいや、自分が自分じゃなくなるんじゃないの、会った瞬間に。いやいや、ちょっと意識すると。あ、そうですね、やっぱり。覚えてませんでした。 あの時の方ですか。いや、そこはボケてるから。そうです、そういうことにしちゃいましょう。だって吹き出物なかったですもんね先週とかね。だからそれが出ちゃったから俺人違いかなと思っちゃったんですかね。これでね、はい、それでウェーッと出てきたから、そこまで見られてるっていうこと。そうですね、そうだ。ありがとうございます。組み合わせが悪かったのかなとか、昨日夜遅くまで飲んでたのかなって思っちゃったから、なんか違う人かなと思ったんでしょうね。来週からちゃんとね、把握して挨拶を。ああ、そうですね、挨拶ができる。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、今日はなんか質問を。いや、そうですね、もうそれはやっぱり豊さんとも、はい、僕何度かお会いしてるのって覚えてらっしゃいます。はい、水泳大会。いや、もうそういう昔の大磯、そういうのもそうなんですけど、うん、東京ドームの食堂で結構豊さんと。あ、合ってる合ってるそう、合ってるわ合ってるわけ。食堂、食堂で、試合前に。はい、はい、合ってる。あ、豊さん食べられてるなと思いながら。もう一般の、いや、挨拶もしたことある。あ、挨拶もおはようございますって言って。え、選手が食べるとことかではなくて。いや、選手じゃなくて報道関係、報道関係の関係者が食べる。え、行ったことないの？私、ドームの関係者のところはないですね。あ、本当？はい、じゃあ今度連れて行って、はい、取材をこうする。あ、ぜひお願いします。いいじゃない。いや、許可が得た、はい、まあ、許可降りないだろうな、なかなかな。許可が難しい。だから、はい、高木豊っていうパスタになりますよね。そういうことに。大丈夫じゃないですかね。ダメだ。まあ、多分大丈夫だと思う。はい、ただ取材をするっていう部分言うと、まあちょっとハードルが一つ上がりますけど。ああ、そうなっちゃいます。ぜひお願いします。いや、僕は豊さんはやっぱりこうイメージ的に、はい、プレースタイル的にやっぱりもう守る、そして走る、はい、まあ打つのこの3つがあるとしたら、もう守る走るのセットで、打つというのがちょっと僕の中では違うというか、違いはしないんですけど、守ると走ることに関してはというキーワードの方がでかかったんですよ、はい、幼い頃から見せる。はい、一緒というか、まあ、こっちの方が印象的に、打つというよりも、はい、打つというよりも強いで、もっと言うんだったらやっぱりずるい走塁、はい、ずるい走塁で、次のあの、ね、次の塁を、次の塁をという選手というイメージがあるんですけど、はいはいはい、そうでしたよね。そっちに重きを向けてませんでした、ね、重きはやっぱ打つ方ですね。やっぱ打たないとと思われたんですか。やっぱ3割打たないとって思ってましたよね、はい、あ、じゃあやっぱ守備というのは別に、まあ、二の次でもないにしても、うん、打ってからこその守備があって走塁と思ってたっていうことですか。僕の順位付けすると、はい、打つ、はい、走る、で守るの順位。違う。あ、そうですか。はい、え、なんでだろう。僕は打つ走るをもうずっと長けてやって、でバッティングはまあ毎日、まあ、もちろんやってるけれど、重きはこっちの方だと思ってたんですよね。走る守る、走る守る、うん、
走る守るって、はい、数字に現れないじゃないですか、うん、まあ例えば盗塁しても、はい、減っていかないでしょ、まあ減っていかない、そうですね、でも打率って減っていくでしょ、うん、そうですね、はい、だからもう常に数字に追われたっていうのはあります。あ、そうなんですか。やっぱ打たないと評価されないし、打たないとレギュラーから外されるっていう。ゆたかさんの最高打率って何割か聞いていいですか。3割3分3厘打ってますよ。いや、打ってますね。打ってますよ。障害打率が297です。うわー、そうですね、打ってますよ。もう3つ足らなかったです。いや、だからインパクトが薄かったんですよね、はい、打ってのインパクトが。障害成績297って、あ、そんなにあったんですね、うん、いやだからその、まあ、例えば OB で打順を組まされる時に、はい、僕出塁率も常に4割近くあったんですよ、4割超えたこともあるし、常に大体平均で4割ぐらいあったんですけど、はい、それなのに OB で組むと2番が多いんですよ。いや、イメージそうです、うん、こいで1番打ってるやつがそんな大したことないんですよ、僕の成績からすると、はい、そうイメージなんだろうなと思って、なんでやねんっていつも思います。いやだから一般の、はい、いやまあ、普通に見られてる方はそういう印象がすごく残ってるかもわかんないですけどね。3割30盗塁で何年ぐらいやられてるの。3割30盗塁は結構やりましたよ。いや、じゃあすごいですよ。俺そのイメージがやっぱりあのどっちかって言ったらちょっと汗かいてきた、はい、ちょっと汗かいてきた、冷やすみたいな。どっちかって言ったらでもそうなんですね。ちょっと後で表に出てもらっていいですか。いや、いやだからあのね、プロ野球ニュースとかもよく平松さんなんかと当時の話とか斎藤さんなんかとされてるじゃないですか。まあ仲がいいというか、まあ弱小の時代をずっと支えてた頃ですよね。で、僕ひろかずさんともあのちょっとメジャーリーグの番組やったりとか MLB のあのオールスターとか一緒にさせていただいてお話とかよくしてたんですけど、当時はまあ弱かったっていう話をよくしてたんで。分かったですね。そうそうね、やっぱね、まとまりがなかったんですよ。いやだから結局はリーダーが不在というか、はい、こうひとまとめにする、うん、まあ監督もそういう役目もあるんでしょうけど、ここがやっぱバラバラというか、そうだったんですかね。そういう感じだったでしょうね。それバラバラになりますよね、チームが弱いと。まあ FA っていうのもない時代ですしね。なんか各々のこう成績というか、そこに走っちゃうというか、だからそういう風になってくるでしょうね。あ、だからもうすごい個性のある時代ですよね。個性はありました。はい、まあ、広島はちょっとその頃、まあ、強いところが弱くなってってっていう時代に突入していくんで、だからちょうど平成入ってすぐぐらいまで広島強かったんですけど、またそこから弱くなるんで。でも今当時あの広島が強くなっていった瞬間って何だと思います、今考える。いや今、まあ、小学校の時だ。小学校の時、僕らはもう小学校になった時にもう強かったんで。でもそ今振り返ると何が強くしたと思います。やっぱ浩二さんとか金村さんがやっぱ入ったっていうのも一番ですけど、その前で言ったらやっぱり大下さん、三村さん、やっぱあの方たちが入って、まあ、外小場さんとか、あの時代の方々が優勝へ向けて1ページ目を開いていったっていう。で、大きなやっぱり ドラフト選手にあのトレードが何件かあったんですよね、昭和50年とか40年代の最後に。でそれで一気に強くなったというふうに僕はなんとなく認識はしてるんですけど、いや僕らの時はトレードもなかったし、なんて言うんでしょうね、でも山下さんだとか、はい、田代さんだとか、はい、そういうリーダー的な存在はいたけど、はい、でもやっぱ山本浩二さんとか衣笠さんのあの成績とか見ると、はい、やっぱちょっと劣ってますよね。まあまあまあ、そうですね、だから二枚看板でリーダーができたっていうのがすごく大きかったような。確かにそうですね。だからそういう 人が僕がなればよかったんですけど、僕小物ですから。いや、ね、ちょっとなんかフォローすぐ言うでしょ。いや、それはね、山本さんが言うかなと思ったんですよね、今。お前キョトンとしてたしな、もう。障害成績ね、297あったらそれはもう。いや、だから山本さんが言った、はい、インパクトの問題ですよ。だから守り、走塁、そういうのが、一番に来てたでしょって。そうですかね。やっぱこうカリスマに引っ張れるものが僕にはなかったんですね。まあ、盗塁を取る方ってめちゃめちゃ打ってるイメージってちょっとこう減るのかもしれないですね。いや、損したな。いえ、そんなことない。でも圧倒的にやっぱり今に比べて昔の方がクイックとか少なかった時代ですよね。それ言っちゃダメ。
それ言っちゃおしまいよ。ね、私のカリスマ性がなかったということで弱い時代が続きました。すいませんでした。そんなことないですよ。